茶を飲むこと。それは日本の文化を知ることです。美味しく入れて1300年のお茶文化をお楽しみください。日本茶はちょっとしたコツで美味しく飲むことができます。まずは沸騰させたお茶をお湯のまま湯飲みに注ぎます。湯を冷ますことが目的ですが、湯飲みが温められる上に入れるべき湯量もわかります。茶葉は1杯につき小さじ1杯ずつ急須に入れます。先ほどの湯を急須に入れます。湯冷ましさせて60度から70度くらいにすることで最も美味しさを引き出すことができます。急須の蓋をしておよそ1分半待ちましょう。時間が経ったら湯飲みに回し継ぎをします。今度は逆順で注ぐことによって分量に濃淡のないようにする注ぎ方のことを言います。おいしいお茶を召し上がれ。急須にお湯を戻した後30秒間待ちましょう。2杯目でも十分においしく召し上がれます。日本茶は健康や美容によく、お茶の持つリラクゼーション効果はあなたの心を癒すことでしょう。おいしいお茶作ってます。